こんにちは、シアーズホームの三浦です。今回は、僕がプロデュースした20代が建てた、愛犬と暮らす僕らしいお家をご紹介させていただきますので、ぜひお楽しみに。このお家の延べ床面積は37坪、3LDK です。太陽光パネルは20枚。動画の最後に、このお家の仕様を一覧掲載しますので、ぜひ最後までご覧ください。外観は、リゾートホテルをイメージして、作っています。そのリゾートホテルということで、外壁材は白とベージュの組み合わせで、外壁材を使用しています。でこちらどうぞ。リゾートホテルがイメージですので、ここには溶岩石をずらっと敷き詰めています。で将来的には実はここに大きい木を植えようと思っています。でその木を夜になるとライトアップするような形になります。でどうしてもお家が建った時期が暑い時期でしたので、これからどんどん涼しくなると、木が根付くということで、これからちょっと植えていくような形でいっています。でここからなんですけど、僕は完全にもう僕の趣味なんですけど、実はここに駐車場にスケートボードのランプを設置してます。で、ここで、スケート仲間で一緒に作って、でここに設置して、で休みの日はバーベキューしながらここでみんなで滑っていつも楽しんでいます。いやー、オリンピックが楽しみですね。続きまして、玄関を紹介させていただきます。玄関なんですけど、雨に打たれないように建物の中にの方に玄関を設置しています。この玄関の色は外壁材に合うように、木目調の、デザインを選んでいます。でここでちょっとポイントなんですけど、こちら見ていただいたら宅配ボックスを設置してます。で、ちょうど先ほど Amazon からちょっと荷物が届きましたので、どんな感じに入れるかというと、こんな感じで入れていただいて閉めて、こうすることによって、自分がいない時にも荷物がもう必然と置かれている状態になっています。なので後で何日の何時に来てくださいっていう手間も省けるメリットがあります。それでは早速、中の方をご案内させていただきます。どうぞ。じゃあ、玄関の紹介をさせていただきます。玄関は広さが6畳の空間で設計してます。で、通常であれば3畳だったりとかそのぐらいの広さなんですけど、僕は理由は特にないんですけど、玄関って広いのがすごく憧れだったので、この広さを確保しています。でその上に玄関入っていただいたら、上にもう見えるような形で間接照明を斜めに勾配して作っています。光が上に当たることによって結構面白い光の入り方がして、すごくおしゃれな空間を提供してくれます。で、こちらですね、ただいまって帰ってきた時に荷物をかけれたりとか、よくエコバッグを使用される、奥さんとかにもいらっしゃると思うんですけど、そういう時に忘れないようにもうかけれるような形で設置してます。これはすごくあって楽ですね。でその上に後でご紹介しますけど、2階の方にもこういった可愛い照明をつけています。これも完全に僕の奥さんの趣味です。すごく可愛らしい照明がお家の雰囲気を作ってくれます。こちらには土間収納があります。広さは1畳分です。で何に使用するかっていうと、ゴルフバッグだったりとか、あとキャンプ道具もう結構今敷き詰めてるんですけど、1畳でかなりの量が収納できるので、これすごくあってよかったなと思います。で、続きはですね、こちらです。土間収納の隣にも今度は
半畳分の収納を設けています。でこちらには掃除機だったりとかカーペットだったりとかそういった、まあ、家具家電が置けるような形で、設置しています。続きましてトイレの紹介をします。その前に、私が採用しているのがこの扉ハイドアを採用しています。高さは2500になっています。ハイドアのメリットとしては、見栄えがすっきりするっていうのと天井が高く見えるのが、メリットになります。ではどうぞ。トイレにはですね電動の水洗を採用しています。実際にちょっと手を洗ってみますね。こんな感じで手を洗うことができます。で、僕が電動水洗を採用した理由としてはこれ完全に個人的な意見になっちゃうんですけど汚れた手で蛇口をひねって手を洗った綺麗な手でもう一度蛇口を触るちょっと意味が分からなくてこういうふうな、まあ、電動水洗を採用させていただいているような形になります。で、そこにはカウンターを広々く設けています。雑誌だったりとか、まあ、携帯だったりとかそういった小物をもう気軽に置きたいなっていうことでこのカウンターを採用しています。でそのまま上を見ていただいたら間接照明をつけています。でこれ間接照明を採用するにあたってのポイントなんですけどクロスがポイントになります。普通のクロスを採用するわけではなくてこういうふうに凹凸のあるデコボコしたクロスを採用することによって上からの光が、影を生んでくれるんですよね。そうすることによってこの室内の空間に癒しだったりとかそういう表現したい、室内の雰囲気っていうのを作ることができるような形になります。皆さんお待ちかねの LDK の紹介をさせていただきます。どうぞ。こんな感じになってます。広さは、約28畳の LDK になっています。実際28畳って言われてイメージつかないと思いますのでちょっと分かりやすく説明するとちょっと自転車があるんですけど実際乗ってみますね。こんな感じで乗れる広さは十分にあります。はい、続きまして、キッチンの紹介をします。キッチンは、幅が2600の高さが860の高さになっています。で、このキッチンを採用した理由は、まあ、お家がちょっと木目をちょっとメインに使用させていただいているので、それに合うキッチンということでグラフテクトの、キッチンを採用させていただきました。で、こちら回っていただいたらこちらのキッチンの、食器収納の部分のところにもグラフテクトのキッチンに合う、同じ商品を入れています。で、こんな感じで食器もたくさん入るような形で上の部分にもですねコップだったりお皿だったりたくさん収納できるように、収納を設置しています。はい、続きましてこちらです。ミューレ、これが、多分奥様からしたらすごく人気の商品じゃないかなと思います。今実はすごく入手困難な食洗機になるんですけども中見ていただいたらこんな感じですね。海外製の食洗機になります。何がすごいかっていうと洗浄力がとにかくすごいです。このキッチンはどうしても入れたくて、まあ、実はグラフテクトを選んだっていうのも一つ理由にあります。で、そのまま照明の部分ですね。この照明めちゃくちゃ可愛くないですか。この照明選んだ理由がちょっと上の部分がこう折り下げ天井になってるんですけどこの折り下げてペンライトを設置するっていうのが僕のちょっと夢でこうすることによってちょっとカフェテイストなお家に仕上がるので僕の好みで採用させていただきました。続きまして
僕の家族をご紹介します。こちらどうぞ。おいで。僕の愛犬のナスビです。こんにちは。実はこのお家をデザインするにあたって、この子の毛の色を、お家の色に合わせています。白とベージュ、そして黒、ここの部分、黒というかグレーですね。この3色をこのお家に取り入れて、お家自体の統一感だったり、すごくこの柄が可愛いなと思ってこの子を選んだ部分もあるので、そういったのもお家に取り入れているような形になります。ここからはちょっと抱っこしながらご紹介しますね。まずなんですけど、ここのリビングの部分では床を下げています。で、この床を下げた理由は、僕自身が映画がすごく好きで、で、こんな感じで実際にこう座ってテレビを見た時に、テレビが若干高く見える風に設計したかったんですよね。で、そうすることによってお家、映画を楽しむのがすごく迫力が増したりとか、まあ、そういう風に楽しめるっていう部分で折り下げて、設計しました。で、上の部分、こちらですね。こちらは折り上げています。で、間接照明をどうしてもリビングのところに設置したかったので、折り上げて、で、縁の方に間接照明をつけて、お家自体の雰囲気もすごくアップするような形でデザインしています。で、こちらですね、エコカラットを一面全部に採用しています。これ実はですね、ちょっと後悔してます。理由は、一面したことによって、せっかくのタイルの質感が見てわかるようにちょっとクロスっぽく見えますよね。それがちょっと僕の中で失敗したなっていう点です。もしするのであれば、こういうふうに区切って真ん中の部分だけエコカラットを採用するっていうふうにしたら、色の強弱がついて、タイルっぽく感じやすく、クロスっぽく感じないかなっていうふうに思いますので、ぜひ参考にされてください。で、こちらですね、サッシはハイサッシで、横も長く、なっているタイプのサッシを採用しています。そうすることによって、部屋全体が明るくなりますので、こういうふうに大きいサッシを採用させていただきました。で、こちらですね、こちらがですね、すべて収納になっています。ちょっとすいません、生活感結構丸出しなんですけど、まあ、化粧品だったりとか、奥さんの、あとこちらには、食品が置けるように、リビングのところに、十分収納できるぐらいの収納を設置しています。で、実はここだけではなくて、あちらも同じように収納を設置してますので、結構十分な広さ収納することができます。で、こちらですね、こちらにカウンターを設置してるんですけど、このカウンターを設置した理由が、まあ、将来的にパソコンをいじれるようにっていうふうにいろいろ考えたんですけど、一番は帰ってきた時の仕事の道具だったりとか、財布だったりとか、カバンだったりとか、そういったのをもうポンって置けるようにしたかったっていうのが理由です。まあ、そうすることによっていろんなところに置いて回るではなくて、一つのところで置いて、で、後であれどこにやったっけ財布っていうふうにならないように、あえてもう逆に置くスペースを設けるような形にしています。続きまして、洗面ご案内させていただきます。こちらが洗面になります。この洗面台が実は僕がこだわったポイントの一つでもあります。で、名前は、フューガディオっていう、商品名になります。で、2ボールで4面鏡、そして上下に間接照明っていう、すごくおしゃれな、ヒノキアオリジナルの商品になります。で、2ボールにした理由っていうのが、僕が朝の混雑がちょっと苦手で、ドライヤーを、するタイミングが一緒だったりとか、歯を磨いたりとか、顔を洗う
タイミングが一緒になるときってどうしてもその朝の混雑だったりとかそういった時になると思うんですけど、それを解消するために、子供がいたときしても朝混雑しないようにこの2ボールを採用させていただきました。はい、で、こちらですね、こちらがランドリールームになります。広さは3畳分のランドリールームになっています。で、ここで洗濯物を干すっていう形で私はランドリールームを設置しています。で、方角的には実はこっち側、サッシ側の方ですね、こちらは実は北側になるんですけど、たまにランドリールームは、絶対に南側にないと洗濯物が干せないよねっていう風なお客さんもいらっしゃるんですけど、僕はもう逆にランドリールームってなるとそこまで光が期待できないので、もういっそのことも全然北でいいやってことで、ランドリールームを北に設置しています。全然洗濯物乾きますし、生乾きの匂いだったりとかそういったのは家電で結構解消できます。なんでうちは除湿機っていうのを、購入してつけています。全然もう洗剤の匂いだったりとか生乾きの匂いはもうこれで全然解消できますので、僕は北の方に設置しています。はい、続きましてこちらです。こちらはですね、階段は、アイアンの階段を採用させていただいています。で、ここのポイントがアイアン階段って結構皆さん金額が高いからって言って諦められるお客さんって多いと思うんですけど、実はこれよく見ていただいたら、これ階段の途中でアイアンって終わってしまってるんですよね。そうすることによって全体でしたら結構何十万っていう金額しちゃうんですけど、コストが半分になる方法があるんですよね。それがこういうふうに途中で終わらせて設計することによって解消されます。なんでアイアンどうしよう高いかなっていうふうに悩まれてるお客さんいるのであれば、ぜひこういうアイデアもありますのでそちらで検討されてみてください。で、もう一つメリットがありまして、こういうふうにサッシを設けることによってアイアンは結構透けるんで、外の雰囲気だったり逆に外から室内の雰囲気っていうのが階段のせいで邪魔にならずに、見ることができます。そうすることによってすごくすっきりしたお家が、できますので、すごくアイアン手すりはおすすめになります。あ、すいません、ちょっと待ってください。ちょっとキャンキャンうるさかったので抱っこしながらまた説明します。また外は僕はリゾートが好きなので、外観ってテラスをちょっと設けてるんですけど、夜がすごくいい雰囲気になります。照明でライトアップされて外でバーベキューしている時の雰囲気だったりとか、そういったのもこのサッシのおかげで室内から見れたりすることもできますので、実際に僕よくやるんですけど、多分10年後はしないと思いますけど、こんな感じでここでみんなが楽しんでる見ながらお酒を飲んだりとかするのもたまにやっちゃいます。そんな場所です。続きまして2階ご案内させていただきます。こちらはですね、大きいサッシをつけてます。そうすることによって方角関係なく、たくさんの光が入るような形になりますので採用させていただきました。はい、でこちらですね、2階はですね、3室子供部屋2つと寝室とあとトイレがあるのですけど、今回はちょっと子供部屋はもう似たような間取りになりますので寝室をご紹介しますね。広さは8畳あります。で、収納が1畳1畳合計の2畳の収納になります。で、ここのポイントなんですけど、これ結構分かれる部分かなとは思います。何なのかというと収納の部分なんですけど、ウォークインクローゼットと、普通のこういった収納、これのメリットデメリットっていうのがありまして、うちの場合はウォークインクローゼットを設けずにこういった形の収納をつけました。理由がですね、ウォークインクローゼットっていうのは広く確保する必要がありまして、そこに人が入るんで人が通る通路を作らないといけないんですよね。なので結局3畳4畳のウォークインクローゼットだったら実質収納できるのが2畳だったりとか、
そういった、広さはあまり確保できなくなっちゃいます。ただこういうふうに2畳の収納をすることによって、建物自体のボリュームも小さくすることができるので、建物 の, あの他のところに広さを設けることができたりとか、金額を落とすこともできますので、うちはウォークインクローゼットではなくて普通の2畳の収納を設置させていただきました。続きまして、この寝室のポイントであるクロスです。クロスに関しても、先ほどちょっと紹介しましたけど、ナスビの、体の色の一部に近い色で採用させていただいてます。まあ、そうすることによって室内の雰囲気も落ち着いた色に、なっています。で、ダウンライトも採用させていただいています。ダウンライトが結構落ち着いた光の入り方をするので、これすごくおすすめになります。で、もう一つがこのハイドアになります。ハイドアにすることによって、先ほども言いましたが、すっきりした見栄えと、あと天井が高く感じるっていうのと、あのすごくおしゃれなお家になるように設置しています。はい、今回は、僕がプロデュースした、20代で建てた愛犬と暮らす、僕らしいお家を紹介させていただきました。もし、いいなって思っていただけたのであれば、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また今後ともお家に関するためになる情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。バイバーイ。